音楽は心を豊かにし、世界を幸せで満たすものです。シーズン2の最終にあたり、音楽の実際の表現についてお話しできればと思います。症状という曲を例に挙げてお話しいたします。これは能の症状という曲を一中節に移したものですが、一中節ではこの曲は、何と言いますかね、人生の成功者とはどういうことなのかということからまず始めています。この本当に人生の成功者、うまくいってる人、最終的にですね、はどういう心境なのかということがこの曲に表れています。夢を信じて疑わず、日々の仕事に励んでいくうちに、だんだんお金持ちになっていく。もちろんお金持ちであるということは人生の成功には欠かせないことかもしれませんけれども、そのただお金があるだけでは全く人生の成功者とは言えません。お金があって、これを一中節では復帰の実と例えていますが、復帰は富、尊くなければいけない。で、尊いというのは位が高いとか、そういう意味ではなくて、心が尊い、いい心持ちである。で、どういうことかというと、思うこともなく、またおもんぱかることもなくして、いわゆる何か心配事が全然なくて、その楽しみ尊たり、毎日の生活に楽しいことばかりが起きて、楽しいことしかなくなっている人生、これが一番の人生の成功者なんじゃないか。毎日楽しいことしか起きない、毎日楽しいことしかしない、こういうふうな人生になれたらいいなという願いを込めてこの曲は作られたんだと思いますし、この曲はご祝儀ものということになっております。ご祝儀ものというのは、この曲を演奏すると何か良いことが起きる、いいことが起きるというのをご祝儀ものというんですけども、そういう曲として分類されています。その部分、音の動きとして、それがどういうふうに表現されているかを皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。まず、だんだんお金持ちになっていくシーンですね。しんどい、しんどい、というところなんですけど、だんだんお金持ちになっていく。これがふきのって浄瑠璃も声の方もですね、ふーっとうの海字ですね、ふの海字、このうをふこうだんだん音がこう上がっていくんですね。音が上がるっていうのはもう上昇気流というか上昇している状態を表しますから、だんだん富が増えていくっていうのを吹のってあります。それでその前に次第に、そういきなり富が入るんではなく、喜んで毎日仕事に励んでいるとだんだんお金持ちになっていく。それがしどいしどいに、この時の三味線の弾き方に秘密がありまして、この音から次の音が始まるんですけど、わざと
上に向かって離して今度上から、これによってこの弾みがつくといいますかね、こういうのは聞こえてないようで実は人の心に深く届くところで、こうやるのとこのまんまこうやるのって全然違うんですね。ですからここはこれも上流の方ふーっと下から入ってくることでその富の度合いが大きいというか、下に沈んでぐーっと上がっていく方がこう上昇が角度もいいし非常に豊かであるということを表すために、この振動振動にふきの、これが三味線の音も浄瑠璃と同じようにこの動かし方でこれが富がだんだん増えていくような、ということを表すときにはこういう手を使います。これで非常に同じ三味線のほとんど同じ動きで実は恨みとか怨念を表すところがあるんです。これはまあ幽霊とかそういうものが出てくると、でこの弾き方がちょっと弱いのと、この下へのずらし方を上で少し持ってて、この辺で上がっていくとちょっと恨飯やっていうこうなるんですけど、復帰の身の場合はそのさっきの秘密、上に上から行って、わずかなタイミングの違いでこう音がどう動くかによってこの表現をし分ける、これが非常に重要で、こういうところをまあうるさくお稽古されるわけですけど、まあということは聞く方がこの違いを聞き分けることができていた、これではそれではもう負けが出そうだよと、あるいはこれだと本当に風紀の身に、逆の場合それじゃおめでたそうだよねみたいになっちゃうわけですね、お化けのところでやる場合は。ですからこういうところは非常にこういうところを聞き分けるところが、まあ三味線とか浄瑠璃を聞き分けることの一番の面白さと言えるんですけど、もう一回やってみましょうか。しんどいしんどいが復帰の身となった、お金持ちになった状態が今度その状態で安定してないといけないんです。途中でこうまた不安、またなくなっちゃったりなんかしちゃいけないですね。絶対になくならない富、無限の富なんです。これがこの、単純にこの音でこう3の開放があって2のここを押さえて今度1の開放があって、これは非常に安定している状態を表します。でさらにこの安定している状態が非常に豊かでゴージャスであるというゴージャス感のを表すのが、これはまさに高層な邸宅に住んでいるというようなイメージの時によく使われる手なんですけど、このこのトーン、このこれがなんか非常に豊かな安定している
美しい庭であったり美しい調度に囲まれているというイメージを持つ音なんですね。それでとさらにこれがこうそういう状況をこうもっと強調している。その後思うこともなくまたおもんぱかることもなくしてその楽しみとうとうたりというところがありますけど、まさにこれが人生究極の成功者、思うこともなくおもんぱかることもなくしてその楽しみとうとうたり、毎日がそういう状態であること。でこれがそのこれは浄瑠璃に秘密がありましてね、まず思うこともなくのもとおなんですけど、この海地という回でご説明しましたけど、ものおでもう一つのお、これを少し上上語る、おおっていう時点でもうすでにこう少し上上がってる、おおって全部このこれがね、まあ悪い例を言う、おおもことものく、これだとねつまらない人生なんですね。ですけど、まああんまり違いがお分かりになるかどうか分かりませんけど、この音なんですが、これ音符で書く、いわゆる五線譜で書くと下がってくる音なんですが、一中部してはこれおーとこう必ずおーおーっていうとがっかりしちゃうんですね。ですから下から低い高い声、いわゆる高い声は下から出す、おーで下がってくる音を上に向かって下げる、おーってこれが海地というものの妙で、海地ができるとそういう感じができる。そのおーってこのおともが次のもが下へ下がらないとできないんですね。だから下へ下がるってことはおというのが完全な独立してる、おーっていうとこれが自然に聞こえる。で悪い例を入れます、おこれは悪い例ですね。分かりになるかな、あのこれが分かるようになると面白いですね。それがただ分からなくても聞いてるとなんかもっと聞きたくなるという感じと、もう聞かなくていい感じというのの違いでしかないかもしれませんけど、その思うこともなくまたおもんぱかることもなくして、それでその楽しみとうとうたりというところも、その楽しみってこれもあの三味線の方はこの声を出して、浄瑠璃の方はそれより半音低いの楽しこの声を出すんです。この半音のズレがですね、その楽しみこれがその楽しみと三味線と同じ声になっちゃうと、まあ楽しみが浅いって言われてしまうんですね。だから楽しみがうんと深い心の底からの楽しみの場合は、これを逆に低く持って、
その楽しみとうとうとに、とうとうと楽しみが湧き上がるわけですから、この辺で楽しみが終わってしまってはもう今日で終わりの楽しみになりますので、その楽しみの楽しみはあのこの音につかないで、わざと三味線は楽しく高い音を使う。その楽しみとうとたりということが大事なんですね。ですからそういう意味を深く感じられるためには、音がそのように設計されというか、そういう組み合わせになって、これもいろいろ一部詩の長年の工夫、まあ一部詩だけではなく三味線音楽の長年の工夫で、人がどう感じてくださるか、こういうふうなことを本当に伝えるにはどうしたらいいか、表面的なことじゃなくて深いことまで伝えたいということをいろいろ試行錯誤しているうちに、こういう語り方、こういう弾き方がいいんではないか、こういう手をつけるのがいいんではないか、こういう節をつけるのがいいんではないかということがだんだん決まってきたんだと思います。でこういうことを少しずつ感じていただけるようになると、大変三味線がと一中節という音楽、あるいは三味線音楽全般が楽しめるようになると思います。次回はこう今は心情というか情景というか状況というか、そういうことを話しましたけど、もっと自然現象とかそういうことについても、あるいは、この症状の後半でですね、吉兆の音というのがあるんですね。吉兆というのは良き兆し、非常に何か良いことが起きそうな感じがするという、これは自然現象なんですけども、自然がそういうふうな空気感が漂ってくる、それを音にした部分がありますので、次回はその吉兆の音についてお話しすることから始めたいと思います。ありがとうございました。